じている。車道の溝は深いから道具を変える。ゴミの日に拾った組み立て式のモップの柄の部分、つなぐと2メートル近くに伸びる。これで車道の深い溝から小銭を拾い上げる。棒の先には小銭をすくい取る金具がついている。この溝からは200円をすくい上げて、缶コーヒーを潰して作った金具。元とび職の山さんは創意と工夫の人なのです。山さんは10年前足場から落ち腰を痛めた。以来杖か手押し車がなくては歩けなくなった。一時生活保護を受けたが6年前打ち切られ、地味屋を始めて、生きるためだった。地味屋の山さんには身寄りがない。地面だけを見て暮らす天涯孤独な人生。元気な頃は若者の集まる通りなど覗いたこともなかった。今では毎日歩いている。時にはドブさらいだってやる。自販機の前の下水溝にはよく金が落ちている。ドブの中から1万円札が出てきたこともあった。誰が捨てるのか。都会は謎に満ちている。泥の中から拾い上げた100円玉は真っ黒に変色していた。合わせて211円。時には溶けて薄くなった硬貨も出てくる。ヤスリで磨く。このままでは怪しまれて店では使いづらい。私らなんかこれで一食食べられるわけだから、このカップラーメンが82円だから1円だっておろそかにできないんです。1円玉の本当の価値を知る男、地味屋の山さんは小銭を探して朝から晩まで渋谷の街を歩き続けている。喉が渇いたら持参のインスタントコーヒー、お湯は沸かしてポットに詰めてきた。自販機は使わない。ポットは手押し車に3本積んでいる。腹が空いたら1個82円のカップラーメン。道端に座り夕食をとる。拾った小銭だからこそありがたさがわかる。暗くなると人は小銭に無頓着になる。夜は山さんの稼ぎ時。闇に溶け込みうずくまり小銭を探す。働き始めたのは午前6時半。明日の朝まで仕事を続ける。ほぼ24時間働いて拾った金は2800円余り。最近同業者が増え稼ぎは減ってきている。午前6時40分。長い一日が終わった。地味屋はしばらく続けるんですか？他に何か仕事見つければやめますけど、しばらくは
まだ当分やっていくしかないですね。杖をつき家に帰る。道路脇の小さなブルーテント、ここで山さんは暮らしている。もう6年間テント暮らし。公園をいくつか追い出され、人目につかないこの場所にたどり着いた。疲れた体をテントで休め、山さんは明日また渋谷に出る。